か重力の鎖を断ち切り君を連れてサテライト。君を探してあの街へ彷徨い歩いた夜の道、受話器越しに聞こえた声がなぜかとても気になったの。見つけた君は赤い瞳、何事もないふり話にして、黒い沼に沈む君を放っておくわけにはいかない。いつか重力の鎖を解き放ち、空へ飛ぶサテライト。そこに行けば体の重さも6分の1。君が抱えてる悲しみが少しでも軽くなればそれでいい。いつかそこに君を連れて行くよ、重力の底へ。宇宙旅行は無理ですが、物理的に高いところへ。いろいろ考えてみた結果、目指すは港の赤い塔。走ってきたふりして、胸の鼓動の速さを隠してみたの。今日は君の手を救い上げる権利をもらう。